はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで中さんからステータスね。はい、よろしくお願いします。やっぱりリピーター率高いです。 ステータスはね、ルーキンも紙ベースですけど、ね、結構いい金額で取引されてるんですよね、実際ね。コビホワイトね、30とか、赤で30何ぼ後半とか、結構ね、プライスは安定してるかなと思います。あとはやっぱりこの封入が面白いですね。アッパーエッシュのね。はい、部下。ディーロ。クリッポ。はい、ペペ。ルギー1枚。で、この下、赤か。ハーレル。赤ハーレル。と、インサートは、ドート。ドートインサートになってんのって珍しいような気がしますけどね。すごいっすよね。肩がやばいっす、ドート。テイタム。アイザック。デュラ。マレー。ブルーか。RC だ。誰だ？ロビー。はい。と、インサート、アッパー来た。通常のアッパー。ジャイオン。ね。せーの。ヤニス。 また出ちゃった。 ヤニスは、トレードしてもらっ、あ、トレードね。チュウさんが、予期増を出して、コチュウさんからもらって。で、また、ヤニス。まあ、何本あってもいいですけどね。ヤニス。サイブ。アッパーエシロンは、ヤニス。通常ですね。ただ、パラレルで出る可能性も十分にあります。サイブ。ミドルト。ティーグ。ウォータース。で、この下、シリアルだ。いきます。せーの。よいしょ。ジョーダンじゃない。ジョナサン・アイザックだ。はい。49の29。ジョナサン・アイザック。モザモザのやつですね。ルーキーが良かったな。ね。で、ドノバン・ミッチェル。アッパーエシロンとシリアルが出ました。あと、赤パラ、ブルー。まあ、たまにシリアル2枚出る場合もありますけどね。エンビード。トーマス・ブライアント。ウッド。赤パラ。ティム・ダンカン。シンボルズ。で、ローリー。あ、このローリーなんかあんま見ないぞ。ね。やっぱ見てないのあるよな、結構。あとは、ジャイオンのベースも出てくれればね。スコフィールド。お、イグナス。あ、2連チャンでした。ホックス。あ、2枚でしたね。ケナード。さあ、ここのパラレル、アッパー、一緒に来てくれるといいんですけど、またヤニスだ。シンボルズのブルー、ヤニス。で、デリック・フィッシャー。シンボルズのヤニスもなんかあんま見ないな。はい、レディック。予期増。お、ヒーローだ。ジャイオン来ねえな、ジャイオン。赤パラはガソール。バレット。まあ、悪くないですけどね。壁くん。お、ノエル。ルーキーが結構出ますね。ビギンズ。マレー。スパーズのマレー。
さあパラレルが、おお来た、アッパー後ろ赤はい、いやもうテンション上がるね、これ面白いね。さあ誰でしょう、せーの、お家、まあでもね2枚ですから、お家持ってないでしょまだね、赤綺麗ですよ、通常もいいですけどね。はい、エドワーズいいっすね。はい、エドワーズあと3パック、いやー面白いな、テンション上がるねこれね。ダニー・グリーン、ギャッホ、エドワーズ、ルーキーは結構枚数来てますね。おおすごいね、ウェザースプーン、あとジャイオンだけだな、ほんと前マレー出たもんね。オコギ赤、ストックトン、モラント出たもんね、そうだよね、あとジャイオンなんだよな、あケビンポーターか。ルーキーの枚数すごくないですか、過去一出てないですか。オーレン、ローズ、サボニス、ベースか、リラード、まあまあ、ティムダンか、いやほんと面白いよねこれね。さあラスト、バレット、ルーキーの枚数は結構来てますね、ほんとあとジャイオンだけですよ。メルトン、ハーター、あージャイオン来なかったな。パラレル、ベースか、誰だ、コビングトンのブルーで、インサートはジェイソン・キッド、はいとなりました。いやーまたアッパー後ろ2枚ですよ、中さんすごいですね、いや結構な確率ですから2枚当てるの。すごいお得ですよね、2枚出るとやっぱり。赤もブルーもシリアルもね、アッパー後ろあるということですから。いや箱でこうやってね重なって出てくると面白い、うん、すごいいいですね。はい、ってことでね、はい、もうチャレンジね、いつもありがとうございます。ぜひまたチャレンジしてください。はい、ありがとうございました。